ハイブ参加レーベル、コーズエンターテイメント所属の6人組グループ、ボイネックストドア、ボーイネクストドアが9日、埼玉、ベルーナドームにて開催された大型 K-POP イベント、ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023に出演した。写真、ストレイキッズ、20、ニュージーンズ、ボイネックストドアら日本に豪華集結、ボイネックストドア、オープニングにナウシックな黒衣装で登場したボイネックストドア。 まずはビルの夜景が映し出された大きなモニターをバックに、ムガタ、バッドサムタイムス、デクールにパフォーマンス。2曲目では可愛らしくポップな、ワンアンドオンリー、を披露し、ギャップで魅了していた。なお、リオ、リュウは今回イベント出演を見合わせ。7日に所属事務所が、パスポート及びビザに関する個人的な事情により日本への出国が難しい、と発表していた。 ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023ベルーナドームで開催ミュージックバンクグローバルフェスティバル2023は韓国の代表的な年末音楽祭 KBS 歌謡祭を全世界の人を対象とするため規模を拡大した K-POP 歌謡祭で今回世界で初めて日本と韓国で開催日本でのミュージックバンクフェスティバルの開催は2011年に K-POP フェスティバル ミュージックバンクイン東京として開催して以来12年ぶり。韓国公演は15日に KBS ホールにて開催予定だ。今回ベルーナドームには、ボイネックストドアのほか、アンドチーム、ニュージーンズ、レセラフィム、ミミクス、ケップ 1ER、20、A ハイペン、ステイク、T1 ハーモニー、イオンジ、イッツィエイティーズ、ストレイキッズ、ザボーイズ、カングダニエル、メロマンケ、 シャイニー、ゴールデンガールズ、J.Y. パークと KBS の人気歌番組、ミュージックバンクで1位を獲得した今話題のアーティストを中心に20組が集結した。モデルプレス編集部。